2WD17.5ストークラス 決勝 MA スタート5秒前さあスタートしました 2WD17.5ストーク 決勝 MA がスタートしましたさあいいスタートを切ったのはグリーンホワイトのボディの車ヤングドライバー島川聖太郎選手さあ、アグレッシブな走りで、今、テーブルトップをクリアして、テーブルラインを通過、そして2番手、ゼッケン1番、林田選手、そして3番手に、ゼッケン4番の柳沢選手が来ております。さあ、トップの走り、おっと、トップの走りが先頭。一気に順位を落とした。さあ、トップに立った選手は、ホワイト、ブルー、オレンジのボディの車、ゼッケン1番、林田浩一選手。さあ、トップの車は、今、中央、そして右セクション、そして2番手に上がっていった選手はどの選手だ岡田選手かさあ、トップをまず通過して2番手、テーブルトップのテーブルラインを通過岡田選手は2番手、3番手に選手が4番、柳沢選手さあ、7番グリントからジャンプアップ選手が7番、岡田選手は2番手さあ、トップのマシンは今、テーブルトップをクリアしてテーブルラインを通過ホワイト、ブルー、オレンジのボディの車は番号クリア。さあ、5分間の周回レースで決勝を争います。さあ、2WD17.5 決勝エメイン。トップの車は右セクション、3連ジャンプをクリアして、操縦台手前のテーブルトップをきれいにクリアして、検索ラインを通過。さあ、これで6周目走行中。2番手、岡田選手、3.4 秒差で乗っております。さあ、3番手には、ここで、ゼッケン1番、さあ、トップの車、今、コース中央、ゼッケン2番、林田選手、2番手、岡田選手、3番手に島川選手、さあ、トップ、林田選手は計測ラインを通過、ホワイト、ブルー、オレンジのボディの車、さあ、そして2番手、岡田選手、3番手に、聖太郎選手が上がってきて、おっと、これ岡田選手が先頭、さあ、ここで島川選手が2番手。さあ、ポールスタートから飛び出した島川選手、途中でミスをしまして後方に落ちましたが、現在2番手まで上がってきている。さあ、林田選手、プレッシャーが止まってきています。さあ、トップは今、右セッション、3連ジャンプをクリア。さあ、そして、テーブルトップをクリア、計測ラインを通過。さあ、トップの車、バットをクリア。ホワイト、ブルー、オレンジのボディの車。ステーキ1番、林田選手はレースをリード。さあ、トップのマシンは3連ジャンプをクリア。そして2番手、島川選手は今、テーブルトップ。トップリードの差は 1.6 秒差。さあ、トップの車は今、コース中央。さあ、バックマッチャー、オレンジのボディの車は後ろトップです。さあ、トップの車は3連ジャンプ。さあ、バックから下って、ダブルジャンプ。さあ、両者とも、綺麗なドライブ。さあ、大塚選手、後ろバックアウトです。さあ、トップの車、マニアですね。3連ジャンプから、今、テーブルトップ。1番の順で計測台を通過。1番の方は4分30秒になろうとしている。残り時間が30秒。さあ、トップ争い。もう中央から右セクション。トリプルジャンプ。さあ、林田選手、テーブルトップ、そして島川選手はアウトから、さあ、トップ争いはバンク、ダブルジャンプ、
さあ、いいレースを見せている。残り1ランが10秒。もう1周入りそうですね。さあ、どうだ。おい、もう1周、ラストでしょ。あー、天気が出るの。さあ、島川選手がトップ。さあ、もう1本勝ちまして、ラスト1周。さあ、島川選手がトリプルジャンプ、そしてテーブルトップをクリアして、見事ストックアップ優勝です。